撮影ということで、堀井瑞希、ボムさんでの撮影は、初めてなんですけれども、水着撮影ということで、今日は2着着て撮影ができるということで、結構今朝なんですけれども、元気よく今日は頑張ろうと思っています。明るい感じでまずは行こうと思います。ぜひ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 また会いましょう、会いましょう。あとこの水着は、ピンクで、水着はピンクが好きなんで、ウーパールーパーによく似てるって言われるんですよ。で、そのピンクも踏まえて大好きな色を着れたってことなので、ウキウキ気分であります。頑張るぞー。